すです今回はトヨタビッツ RSGs を紹介したいと思います。 トヨタ車をベースにガズーレーシングのテストドライバーが、ね、ー走りをセットアップしてそして外観も、ね、スポーティーにコーディネートしたジ、えーズビッツには2011年10月に設定されていたんですが、えー、この2014年4月にビッツ自体が、ね、マイナーチェンジされたのに伴って、うんえー、この新しいビッツにもジ、えーズ設定されることになりました、えー、ただマイナーチェンジされただけではなく実はジ、ねえーズとしても今まで以上の内容を盛り込んだモデルになっています ビッツ RSGs のノーマルからの変更点、まず外観では、えー、フロント周り、えー、結構大きく変わってますね。えー、フロントバンパーが、まあ、変わっているんですけども、ヘッドライトの中も、えー、ブラックアウトされて、そこから、ね、連なるように、まあ、ちょっとグリル、エクステンションみたいなのものがついています。そしてバンパーの、ね、開口部もかなり大きくなってますね。 そしてリア周りではディフューザー形状のバンパー、そしてセンターフォグランプ、あとはですねテールランプ左右のテールランプの中身の部分がねやっぱりブラックアウトされていますね、そしてホイールですね、17インチの専用デザインのものが与えられています、特に今回の試乗車はオプションのねダークスパッタリングという、まあ、ちょっとキラッとした色のホイールになってますね。 そしてサスペンション、えー、車高10ミリダウンの、えー、スプリングと、えーまあ、専用のダンパーがついてるんですが、まあ、そこからがジーズのすごいところなんですが、実は、ね、サスペンションを変えるだけではなくて、その、まあ、土台となるボディにも、ね、しっかりと手が入れられています。 変わってるところまずロアアームが専用品になっています合成、まあ、が高いロアアームを使っていてさらにフロントサスペンションメンバーセンタートンネルリアフロアにはブレースが追加されていてロッカーフランジ、まあ、いわゆるサイドシールの下側ですねこの辺りにスポット溶接の打点がたくさん追加されているということになっていますもともとのビッツ自体ね今回のマイナーチェンジでフロア周り、まあ、溶接箇所が増えていたりとか合成アップを図っていますがそれにねさらにまあ輪をかけてしっかりさせたぞと。 いうことですね。エンジンです。えー、1.5リッターの自然吸気ユニット。これ、ベースの、えー、ビッツアレスと実は同じものです。まあ、ジーズの場合はね、足で勝負というところなんでしょうね。えー、スペックは109馬力、えー、14.1キロとなっています。トランスミッションは CVT の他に5速マニュアルも用意されています。まあ、走りを楽しむためには、やっぱりマニュアルという人はね、多いと思いますからね。インテリアです。 えー、パッと見て、ねえー、気が付くのはカーボン調のトリムがついていること、やっぱこれで、ね、スポーティー感かなり演出されますよね、そして、えー、専用のシート、これも、まあ、ちょっとこうやって、ね、腰掛けただけでも、かなりタイトなサポート性が、ね、期待できる感じがします、えー、そしてステアリングシフトノブ、こううい手に触れる部分、えー、さらにはペダルが、ねえー、変わっていたりとするんですが、えー、実は、ね、メーターパネルがシルバーの、ね、文字盤になっている、これ結構あんまり他に見ないので。 えー、このジーズの特徴と言っていいんじゃないかなと思います結構いい雰囲気ですねリアシートです、えーまあ、特に変わったところはないと言いたいところなんですが実はねフロントシートと同じような、えー、生地でリアシートもしっかり貼られています、まあ、この辺りはさすがにねメーカー金製、えー、のチューニングという感じがしますね、えー、フロントシートもね、えー、座ってるとかなり大きいかなり、えー、体を、ね、サポートしてくれる感じがするんですけど リア側から見るとね。あんまり圧迫感とかなくて、さすがにこの辺りはよく考えられているなという感じがします。ラゲッジスペースです。えー、まあ、見ての通り容量は結構ありますよね。えー、まあ、初代ビッツなんかは本当にね。狭くてあんまり使い勝手良くないなと思ったんですけど、この3代目になってまあ十分な容量があります。なので、まあ走り重視で買っても。まあ普段のね。実用性としても、まあ十分なものがあるという風に言えるんじゃないかなと思います。 生産ラインでボディ補強まで行ってしかもガズーレーシングのテストドライバーが、えー、走りを鍛えたと、まあ、そんなツ、えー、i t s r s g s の走り、えーまあ、期待値は高まりますよね、えー、早速ねどんな走りを見せてくれるのか確かめてみたいと思います